ただ多分ちょっと足りないと思うんだよね、スターピースが。どこいんの、腹ペコチコは。あ、そっちね。はいはい。その前にちょっとベッドルーム行こう。よし、ベッドルーム来ました。4つ目確かさ、ハテナブロックだったよね。何来るんだろう。ハニークライムギャラクシー。うわ、どんどん登っていく系だ。え、ギャラクシーと言っていいのか、これは。ギャラクシーとは、概念が。天まで登れ、始まりよ。できっかな。これ油断してたら落ちそうだよね、一気に。うわ、むずそう。え、めっちゃむずそう。結構長え。てれてててれてれてんて。よし、行くか。イエス。行けっかな。これあんま始まりよ慣れてないんだよな。あ、でもまあ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 。あ、これさ、壁にひっつくっけ。あ、じゃあ大丈夫だよ。さあ、いける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 。すげえなんか、癒し映像みたいになっちゃうじゃん、こんなん。ね、癒し映像かと思って見てたけど、よくよく見たら、おじさんっていうね。そう考えるとちょっとね。お、出てきた。うわ、動くのか。くぅ、これ着いた瞬間に移動した方がいいな。パッと見、確かに本当に癒し映像。あ、あれ撮った方がいいぞ、絶対。まず、下の方取りに行こう。よし、急げ。なに？ただのコイン。これあんま無茶はしない方がいい。ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、時間かかってもいいから、全然。あ、でも敵がいない分、やりやすいな。あれ取りに行きたいね、ちょっと。なんだろう。ほっ。いや、なし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 、マリオー。うそー、トリプルアクセル決めてんじゃない。うわー、よし、じゃあ、あのハテナ。うわ、でも罠かもしんないよね、これ。どうなる。ちょっと待って、なんすかそれ。あ、星になった、星になった。あ、でも取ってよかった。腹ペコチコいるし、ちょっと今のうちに集めときたよね。うわ、なんかいろいろありそうだな。今飛ぶか。あ、取れ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 、今のうちに集めろ、今のうちに集めろ。ここめっちゃ集まんじゃん。ちょっとこれ腹ペコチコ大喜びよ。これは喜ぶ。なんだこれ、どっから何が流れてきてんだ。隕石か、隕石。うん、でも重力こっちだもんね。ま、ちょっとスッと行こう。よし、あんま深いことは考えんな。よし、いいぞ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 。こんなに蜂蜜あんのに他の蜂一切いないんだね。うわ、危な。あそこにもいっぱいある。あ、ここいいなぁ。集まる集まる。これでも、あぶね。ちょっとこの蜂にくっつけなかっただけで一巻の終わりだからね。そこだけ気をつけよう。うわ、待って、マジで一巻の終わりになる。あぶね。あ、嘘、ほら、一巻ちょっと待って待って待って、うわぁ。あ、こっからなんだ。はい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 。中間あるんだね。めっちゃ親切。めちゃくちゃ親切じゃん。いやいや、それはちょっとなかったことにしてほしいな。ちょっと気持ち引き締めるわ。気引き締めるわ。一回死んだからさ、もう死んでもよくねみたいな空気流れてるじゃん。いや、僕だけか。それやめよう。こっから僕一回も死んでない体でやるわ。まだ、マリオギャラクシー始めて一回も死んでないっていう体でやる。そうすればめっちゃ気引き締まるはずだから。まだノーミスか。すごくね。ここまで来てノーミスって。もうこのままさ、ラスボスまでノーミスでいけんじゃねえかなって思ってます。よし。あっさり死にそう。すげえあっさり死にそう。イエーイ！イエーイ言うとるけど。うわ、敵いる。くそ、危な！危ねえ！あいつ怖い！でも、すごい、ここもう300集まってるよ。スターピース。危ねえな。あ、これ、まずそう、まずそう、まずそう。これまずそう。うん、一回降りよう、一回降りよう。一回降りよう。よし、あ、しかもなんか、奇跡的に掴まれた。そういう奇跡も掴んでいかないと。よし、いいね。で、あそこ取っといて。あ、マジでさ、マリオマジで殺そうとして死に来てる。マリオ絶対殺すマンになってる。なんでこの3列。マジで殺意が、おーい、マリオなんで急に重力そっちになるのやめろよ。よし。こういうのやっぱね、横着しがちなんだよね。一個ずつ行こう、一個ずつ。そう、
飛ばない。この飛ばないのがね、ミソ。飛ばずに、スッて、こう乗り換える感じ。あ、いいね、いいね。それがミソ。あ、ここ飛ばない。あと、まあ、こういうのは飛ぶ。で、うわ、こ、怖え。ほっ、いっけ。よしよし、うわ、なんだこの、回転してるこいつ、この虫。なんだっけ、なんか名前あったよね。なん、攻めてきたやつ。なんだっけなぁ。クワ、クワカブトみたいな、だった気がする、確か。じゃなかったっけ、クワカブト。よし、でもいけるぞ、もう。よーし、いや、ここ難しかったわ、普通に。バッフー。いや、難かった。いや、でも面白かった、すげえ。天まで登れ、804のスターを手に入れた。だいぶもう、スター増えてきたんじゃない今回。うわ、すげえ、すげえ、すげえ、これは、これは喜ぶぞ、腹ペコチコ。うわ、1000いかなかったか。多分足りないと思うんだよな。1000とか要求してくると思うんだよな。だからもう一回ちょっとベッドルームで、あ、うわ、ウィンドガーデンギャラクシーやろうよ。二つ目まだやってないっていう。もう全然やってなかったね。モグラの大将、剣山。モグラの大将なんだろう、どの辺、そもそもドイツだ。あ、なんかいるな、いるな。姿全然見えない。リンゴあったっけ、最初来た時も。きっとあったんだろうな。え、とりあえず向かおっか。やべ、結構久しぶりだからあんま覚えてねえ。あ、そうだ、回転数3回までできるんだよね。で、話す時はなんちゃらみたいなあったよね。 ZL だったかな。ちょっとまあ押してみるか。ほっ、よし、あ、B でいいのか。ちょっとウサギ、どうしたん、ふわふわ。そう、あー、普通に説明してくれんだね。まあ、ここまで同じかな。あ、僕らの土地を荒らすモグラ、モグラに困ってるピョン。モグラは触ると痛いから近くでヒップドロップして倒してほしいポン。お、やる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 。モグラは触ると痛いんだ、なんで。モグラ触ると痛くないだろ、きっと。ま、これたどり着けっかな。うわ、結構ギリ。あ、いいね、いいね、スターピース、いいね、いいね、いいね。今の僕には必要よ。よし、そう、回収しきれなかった。あ、これが、さっきいたね、さっき。あ、なるほど、ヒップドロップして出てくんだ。はいはい、倒し方分かったぞ、今ので。ヒップドロップすることで出てくるから、それでスピンすればいいんだね。オッケー、任せろ任せろ。モグラの大将っちゅうぐらいだから、多分でかいやついるんだろうな、きっと。これは多分あの部下なんだよ、部下、手下のモグラだと思うんだよね。か、あ、違う、どこ行けばいいんだろう。これさ、来る途中にあったあのハテナのやつじゃん、ハテナのギャラクシー。いざこう乗ってみると分かんねえな、これがハテナかどうかって。ここか、え、てかどこ行けばいいんだ。もしかしたらモグラ全部倒すよっちゅう話かもしんない。ハテナめちゃくちゃ荒らされてんね。これ全部掘られた場所かな。よし、あれ、あと1体いんのかな、もしかしたら。あ、いた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 。ちょっと待て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 。よし、このモグラ全然何も悪いことしてなくね。お、来たー、いいねー。でーで、そう、前さ、このウィンドガーデンギャラクシーやった時に、あ、この曲聞きすぎて分かんなくなったけど、最初の曲だっけって話したけど、全然違いましたね、ごめんなさい。マジでね、この曲一時期めっちゃ聴いてたんだよね。なんだここ、なんだここ、なんかあったぞ今。今チラ見せの何かあったぞ。途中降りれたな、きっと今の。うわ、行けばよかった。あ、いいね、芋虫とリンゴ合うな。芋虫って言っちゃったけど、花ちゃんとリンゴがね。うわ、え、ちゃんと芋虫出てきた、花ちゃんじゃない。なんだこれ、ちょっと行こうか。うわ、すげえ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 。確かにこう、リンゴといえば芋虫みたいなところあるからね。ちょっと待って、他のところから芋虫出そうよ。出るかな？来たー、芋虫！すげえ、めっちゃリアルじゃない？ちょっと。腹ペコ青虫みたい、ちょっと。パッと見。なんでこの、うわ、ちょっと逆。なんでこの芋虫に重力働いてんだろう。不思議だな。僕、今回ちょっとでかい。てか、モグラどこだよ、モグラの大将。モグラの大将。なんでこの急に踏んだら虫出てくるの、ちょっと分かんない。どういう構造なんだろう。あ、この上ちょっとありそうだな。これいけるぞいけるぞ。バック中で、ほっ、あ、いけそうでいけねえ。踏めばいいのかな、もしかしたら。ほっ、あ、
いけそう。ちょっと違うな。これかもしかして。ほい。お、来た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 。あー、なるほど。全部で一匹なんだ。なるほど。今までずっと繋がってたのね。って考えたらめっちゃでかくない？顔はめっちゃ可愛らしい。お、で、こっからさらに飛んで向こうかな？ここなんだ？なんかパックンとか出てきそう。お、え、すげえ親切。何それ、ボス戦か何かもしかして。え、優しい。え、行っちゃうぞ。結構マップでかいね。ウサギすげえ逃げてんじゃん。大丈夫か？うわ！でっか！クマじゃん、クマ。火食べられる。ちょっと危ない危ない。なになに？そう、一瞬顔見せる感じ。いや、これ倒し方違うか、もしかして。きたー！ほら、いじめてんじゃねえ！やったか？うーわ。モグラ？ほんとに。モグラだ、モグラだ。すげえ。あ、ウサギ逃げれてる。大丈夫？え、大丈夫じゃなさそう。くそ。マジでこの、そんな勢いでさ、掘ってたら、星っこ壊れるよ、多分。このギャラクシー。くそ！結構むずい。いや、待て、これ、早めのうちにコイン取っとこう。よしよし。くそ！なんだ、どうすりゃいいんだ？いや、ヒップドロップなら間違いないんだろうけど。くそ！まず、あ、出てきたときチャンスじゃない？これチャンスじゃない？くそ！違うのかよ！え？どこがチャンスだ？ヒップドロップ鍵になってると思うんだけどなぁ。どのタイミングなんだろう。え、待って、わかんねえ。どうすりゃいいんだ。ちょっと様子見よっか。やばいやばいやばい。あ、これに、待って、落ち着け落ち着け。やばいやばい。これ、まずくね、普通に。シンプルにまずくない？一回コイン取りたい。やべやべやべ。やめてよ、モグラ。モグラやめて。仲良くしよう、一回。なんで言うこと聞くから。ちょ、大将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 って呼ぶから、今日から。今日から大将って呼ぶから。あー、なんでそんなのに。モグラもあれってなっちゃうでしょ。マジでちゃんと難しくなってんな。最初は分かったんだよ。最初はなんかヒップドロップじゃいけたよね。そっからどうすんだろうな。クッパより全然強えじゃん。何回かやって、連続ヒップドロップ、合ってんのかな。まずそもそもそこが合ってんのかっていう。なんだこの時間合ってんのかな。ちょっと近くで、あ、来た。よし、いいね、いいね。あ、お尻からスピンか。多分そうだ。お尻からスピンやってみよう。ちょっとかっこいい顔。イケメンじゃないですか、大将。大将イケメン。これウサギ離せないかな。離せなさそう。お、でお尻から、くそ、この掘ったところがやりづれ。お尻からじゃないのかな、もしかして。逃げろ逃げろ。よし、これで後ろから、これ後ろから行く必要あんのかな。え、待って、後ろから行く必要ある、これ。いや、違う違う違う。とりあえずスピンしてみよう。なんだろう、なんだろうな。一回ヒップドロップした。あの、一回ヒップドロップ出してからか。はい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 、分かった分かった分かった。もうこれはもう大将とは呼ばんぞ。うわー、大将大将怖いっす。そりゃ怖いっす。なるほど。でも出てきてからヒップドロップで済むな。くー、はい、はいや。モグラってこんな早いんだな。はいや。待て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 。コイン取って、よし。一回逃げるか。くそ、よし。ヒップドロップ。なに？もう一発か？怒んじゃねえ。くそ、ほら、よし、きたー、よーし。どうよ。うわ、爆発した。ちょっと、ウサギ大丈夫？もう平和よ。この星は平和よ。ありがとう、助かってぴょん。いえ、よかったよかった。この島がとんでもないことになってる。よーし！めっちゃ手強かった。あれね、倒し方わかるまでがね、わかってしまえばもう、楽勝だったわ。いえ。普通にむずかったな。モグラの大将、剣山。そういえば、あとスター、あと何個なんだろう。あと16。はえー。すげえゲットしてんな。このペースで行くとあっという間だな、きっと。腹ペコチコ、お待たせ。待ったっしょ。
待った、ちょっとお待たせ。キラリンキラリン、ねえねえそこの人、スターピース持ってない？いや、もう持ってる持ってる、あげちゃうあげちゃう。それあげちゃうよ。1000個もあげちゃうあげちゃう、何個でもあげちゃう、1075個あげちゃう。これか、よし。でもすげえ、1000個一気に食うって破裂すんじゃねえかぐらいの。きたきたきた、お腹いっぱい、じゃあ張り切っていってみよう。へっしーかわいい、何度見てもかわいい。次何ギャラクシーなんだろうな。サンドリバー、砂の川、むずそう。砂って大体掃除でむずいからね。お好きなキノコを召し上がれ。え、もうサービス、もうサービスステージじゃない、そんなん。うわすげえ。いや、キノピオいるけども、どのキノコ使ってもいいんだ、きっと。うっそー、船壊れてんじゃん。カメックもいる。カメック何してんの、こんなとこで。え、もう無視するけど、僕は。何してたんだろう。え、何してたマジで。あ、まだいるまだいる。倒してしまった方がいいな。いや、でも無視でもいいか。いや、倒した方がいいな、きっとこれ。あ、でもちょっと遠い。あ、常にちょっとマリの先いるんだ、きっと。じゃあちょっと久しぶりにお化けキノコ行こっか。テレサマリオだっけ。あ、どうやんだっけ。やべ、操作あんま覚えてない。ちょっと経由しながら。え、どうすんだっけ。あ、取れねえ取れねえ。あの 光に当たっちゃダメなんだよね。ちょっと惚れられてんじゃねえよマリオ、イケメンだからって。マリオがよし、なんかさ、隠れられないっけ。そうだよね、 Y でなんかあったよね。その惚れた時の顔がすげえ、なんかマジで惚れ惚れしてる。よし、でピャッといっちゃう。ピャッピャッとピャッといってしまえば。あ、まずいかこれ。あぶねえ、今だいぶアウトじゃなかった。どうやって戻んだっけマリオ。なんかよし、ナイスナイスナイス。よし、なんか若干ゴリ押しで超えた。スターだってスター。眩しいのは月のせいでしょうか、それとも星のせいでしょうか。あ、あそこにある、これスターでさ、中央まで行くんだきっと。ではね、よし行くぞ。タイミング見計らって、どっち回りだ。ややこしいな、ちょっと待って、目星つけてから行こう。これ行けるときに一気に、ここの地点が来たときに行くわ。ちょっとごめん、伝わりづらいかもしんない。そろ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 、よし、いっけ。よし、いいねいいね。ほっ、でこっち回りかな。よし、急げ急げ。あ、しかも連続スターじゃん。あ、これ気持ちいい。うわ、もうちょっと堪能すればよかったかな。てかもう幅跳びでいけそうじゃない、あっちまで。うわー、あ、こっからか。すげえ親切。ここさ、カメラの角度変えれないのが難しいんだよな。絶対これ僕ゴリ押しできると思うんだよな、幅跳びで真ん中に向かって飛べば。一回やってみて。あ、取れなかった。いや、絶対できると思うんだけど、ちょっとやってみていい？気になるだよねだよねまあいや、クリアしたと思うはいいわ絶対できると思った。よーし、まあ、取れりゃいいんだよ、取れりゃ。よし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 、あと残り15個か、必要なスター。でもまだマシンルームのさ、その敵の要塞倒してないんだよね。それまでに集めきったらどうなるんだろう。お、マシンルーム4つ目。もしかしたら敵の要塞か。じゃあ引き続き、ベッドルームの、どこやろうね。あー、サンドアイランドやろっか。これ1つ目何だったっけな。モグライザとこだっけ、違うか。あ、そうだ、1つ目上昇気流で、果てしない流砂を越えて。え、なんか油断してるといつでも飲み込まれますよみたいな。うわ、すげえ、流砂でなんかウォータースライダーみたいな顔みたいすげえな、本当に果てしない流砂じゃん。さっきのなんかウォータースライダーみたいなの楽しそうじゃなかった。ちょっと何すんだろう、なんだこの罠。あ、うわ罠じゃんこれ、まさに。え、これ待ってばいいのかな。あ、しまったしまった、今すげえいいタイミングでジャンプしようとしたのに。これ全部倒せばいいのかな、もしかして3本。もうこの形態を3本と呼んでいいのか。倒したよ、来た、ボスか、親玉。これうお、赤い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 。ちょっとね、これどうすればいいんだろう。なんだなんだなんだ、なんかフラフラして酔っ払ってない君、なんか。よーし、
ちょっとなんか酔っ払い散歩だったよね。どこ行くんだろう。これ絶対途中あるぞ。スターピースない。全然なかった。埋まってる。すごい、あそこすごいね、あの顔のところ。すげえな。あ、で、どうやらこの、落ちんねよ。この岩なんだけど、赤いところでスピンしたら壊せるらしいです。どうやらね。ちょっと一回やってみたいな。回れ。ちゃんと回してあげよう。あ、ほんとだ、すげえ。へえ。よし。ちょっと早めにやった方がいいな。踏まれるの嫌だから。よし。気持ち早めにやることで、こう、踏まれるの回復できるっていう。なんだ、あ、今残機上がるやつあった。残機じゃない。あの、ライフアップキノコだっけ。あったなー。しまった。山、まあ、食らわなきゃいいっしょ。食らわない。コイン取ってちょっと回復したいんだけど、おお、流れる。コインだけ取ってこう。よし。この後。これなんかもう、ウォータースライダー、もとい。砂スライダー。今、あれあったな。あの、星のかけら。なんて名前だったっけ。なんだったっけ、なんか、正式名称あったよね。これ、甲羅持てば早いのでは、もしかして。甲羅持てば。いや、変わらん。何のために甲羅持ってんだろう。あ、開けれる。なるほど、そういうことか。そのためか。じゃあ、もうこのまま5個全部取っちゃうよ。よし、ナイス。で、あと1個なんだけど、あったあった。すげえわかりやすいとこにある。よーし。お、いいね。さっきの宝箱のとこか。ちょっと待て。ちょっと、危ねえ。流されまーす。ちょっと待て。よし。待て。今一瞬乗ったじゃん。よし。じゃあ、このまま行けばいいのかな。お、え、なにこの、どっちでしょうクイズ。でもどっちも同じっぽいな。パッと見どうなんでしょうね。あ、星ある。よし、取って。いや、これ落ちない方がいいな絶対。これなんだ。いや、ちょっと待て。スターピース取りたいがために。よし。で、これ幅跳びで、でスピン。よし。顔のとこ行くかな。来た。なんだここ。一発死。これ裏行くんだな。口に入るんだな、きっと。お、で、うわ、竜巻。これ飛べる。いや、でもなんかこれ、え、なにこれ。敵ちょっとなんか飛ばされない方が良さそうだよね、見た感じ。お、どうすん。怖い。よし、いいぞ。余計なことせずに行こう。先にこれじゃ取って、余計なこと、ここ入ったらどうなるんだろうとか、そういう余計な好奇心ダメよ、もう絶対。で、あっちから目の部分から入るんだ。怖っ。よし、思い切って、ワッフー。よし、ウィー。控えめなワッフーヒー。お、ん、取れそうだけど、え、行っていいの。もうなんかあるだろう。いや、行けるか。ちょっと行ってみよう。え、なんかあるだろう。え、なんかこれ上に影ない、なんか。え、なんだ、どうやって取るんだ。え、届かないよね。なんだろう、なんか影がある。ちょっと向こうの辺行ってみようか。まだ行ってないし。こっち。それか、あの、この竜巻使ってうまいこと飛ぶか。いや、でもそれ違うと思うんだよな。なんか妨害に見える、この竜巻。しかもめっちゃ見てくるし。あ、竜巻の、台風の目ってか。台風、竜巻だな、どっちかというと。こっち行くと、お、あ、なんか進んでる、ん、進んでるか。あ、で、え、あ、で、ここでヒップドロップすると向こうで出るんだ。はい。で、時間内に急げ。このちっこ、いつまでだろう。で、急いでスタートるんだ。なるほど。いや、ちょっと落ちんなよ。これ焦らせんなって。これ焦って大体落ちるから、こういうとこって。意外と秒数長え。余裕あるかな。あ、ちょっとずつ速くなってきてる気がする。ちっこ。全然余裕。あ、やばい。よーし、危ねえ。焦る。
ウェッフー。よし、果てしないリューサーを超えてのスターを手に入れた。なんかマリオ放心状態じゃなかった今。いや、なんかいろいろ行きたいんだけど、どこ行こう。あっちのボスの、とこ行こうか。マシンルームの。ボスもう開いてたよね、確か。じゃあマシンルーム行こう。お、彼らの前線基地を発見しました。スターの力を悪用していなければいいのですが、毎回利用してない？今回なんだろう。クッパジュニアか？誰でしょう。クッパジュニアクリーチャープラント。その前にここやってね。ここは？あ！トイボックスギャラクシー。そんなこっちに決まってんじゃん。うわ！めっちゃ楽しそう。まあ、あのドットマリオだけで惹かれちゃう。鋼鉄魔王メカクッパ。クッパ三昧。いいね、いいね、いいね。メカクッパはどれ？結構でけえ。お、ぶつかるぶつかる、危な、危な。ドシャーになるかと思った。お、おいでやす、ここはトイボックス、うちらが管理してますね。最高じゃん。隊長似合う。出発進行。何やってんの。スター探しはもうやめたん。遊びにシフトしちゃったのかな、もしかして。これ絶対敵の基地じゃないよ。あそこまでなんか飛べそうじゃない。パッパパパー。すげえ、いいね、ここ。なんかちょっと裏面みたい。あ、今あった。もったいね、スターピース。お、ほんとだ、メカクッパ、メカクッパ。これメカクッパか、なんか変じゃないか。ちょっとカエルみたい。もうぐしゃぐしゃになっちゃった。お、どうしたん。仲間が捕まってもうた。仲間どこに。仲間が、これ UFO キャッチャーじゃん。あ、別にそれ動くわけじゃなく。うわ、上なんかありそう。1アップ1アップ見つけちゃうんだよな、そういうの。レッテレレ。やっぱみんな焦ってる。仲間かな、仲間問題。あそこに捕まっとる。あれ、へえ、ちょ行こうよ、行こうよ。助けてあげよう。助けてあげましょう。その前にいろいろ気になるとこあるから。ここに、お、いいね、いいね、いいね。スターピースまだやっぱたくさん必要なのかね。これあれじゃない、この上で回ればいいみたいな。だよね。おー、君はなんかあんま慌ててない。ネジ見たらスピンしとこ。わかりました、ネジ見たらスピンする。あ、これ裏に行けんだ、裏に行けんだ。火を吹く神みたいなやつはヒップドロップでやっつけられますせ。わかりました。もう聞く前から実はできちゃったけどね。で、これを閉めればいいのかな。おお、繋がった。で、てれてって。で、こっち進んで、うわ、これ重力の方向だよね、多分。どうすりゃいいんだ、大丈夫これ。なんか、幅跳びで、ほっ、危な、正解だったの、今の。まあ、いいか、死んでないし。次こっち向き、うわ、怖っ。で、これ上乗れるよね、きっと。おっ、よし、なんかビーム打ってきてるやついいんだけど、怖すぎ、怖すぎ。なんか上もちょっといけそうだったな。で、これ抜いて、おっ、いいねー。うわー、危ない危ない、危な。あ、なるほど、そういうことか。こっち側でこうすんのか。はい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 。おお、お、煙突から出て、お、いいね、いいね、よーし、たくさん取れた。イエーイ。なんだそのランニングマシーン。メカクッパがランニングマシーンしてた。なんかでもメカクッパ以外の敵は全然いないね。なにこれ、バネマリオ。タイミングよくし、なんかちょっと頭もじゃもじゃのおばちゃんみたいなキノコだった。なにバネマリオって。うわ、すげえ跳ねんじゃん。頭ついちゃってるけどいいの、マリオ人として。うわ、すげえ跳ねる。マリオなんか人として、ユッヒー言うとるけども。いや、まあいいか、マリオがいいならいいや。すげえな、今作何でもなるじゃん、マリオ。
蜂になったりバネになったりテレサになったり、わっしまった、しまった、バネマリオがやっちゃった。これどうなる、この壁越えられます、待って、もう一回バネマリオ、あーあった、よかったよかったよかった、やっぱちょっとねえおばちゃんの頭みたいな、あサザエさん系です、いやでもサザエさんなんじゃないな、じゃあ、あっち登ろっか、ちょっとこの辺りのメカクッパが邪魔すぎる、よし、え、これキャンセルどうすりゃいいんだろう、え、待って、キャンセルはキャンセルは、あ、はいはいはい、これヤッフーした後に結構空中制御むずいんだけど、ほっ、こういうことか、いやマリオ楽しそう、こうね、はい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 、ま、結構移動むずくないこれうわー飛ぶ勇気ね、いやでも飛びます、ほっ、ほーらー大丈夫だった、ダメだった、あんま調子乗らないようにね、ちょっと向こう寄ってからほっ、よしいいぞ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 、でこれ取る前に上がある、影見えちゃったな、これ影が見えてんだよな、ほっ、よし先にこっち取ってしまってから下を取るっていうね、だいぶ分かってきたぞこのギャラクシー、意外と上にハテナブロックがあることがあるっていう、で取りづらいっていう、よしで向こうに渡れるか、なんか矢印ついてね、もうジャンプしたでしょ今、おお、じゃあこれ右行ってみようか、このレーザーくんちょっと怖え、よし、まあ、無視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 が一番、よしで飛んでけんのかな、うわちょっと待って、跳ねんな跳ねんな、落ち着け、自我を取り戻してマリオ、自我がない、燃えるよ燃えるよ、え、なんで燃えなかったんだろう、よし、これバネマリオから戻ると厄介だからーって言おうと思ったのに、あっぶねー、よしいいぞ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 、でスピンはできるよね、よーし、よし、あのマリオのとこ行くかな、行かない、いかない。あ、でもなんか全体的にこうおもちゃの世界とか、なんか、え、おもちゃの世界なのかな、やっぱなんだろう、まあここなんだっけ、トイボックスギャラクシーだもんね、それはおもちゃか、いいねいいね、バネマリオ大活躍じゃん、であそこに入りゃいいのかな、いやこれバネマリオになる必要あったか、まあいいか、マリオがなりたいって言ってるし、ほっ、よし、ナイス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 、お、来たな総本山敵の、え、何モチーフ、うわ曲変わった、うわわわ、え、なんか進んでないいいねこのロボット感のある曲ちょっと可愛らしいね、ちょっとこの曲、何何ロボット戦隊みたいな、いやでもそんな感じの曲でもないな、マリオストーリーのさあれみたいじゃない、またなんかマリオストーリーの話しちゃうけど、ヘイホーのおもちゃ箱ちょっとこんな雰囲気じゃない、アナログ繋がってんのね、じゃで飛ぶか、飛んで、あこれ全部開けんだ、壊すんだこのロボット、壊すんだ、かわいそうシンプルにかわいそう、全部取りゃいいんだ、あで裏側にも行けた、開くのかなここもしかして、よし開いてくれなんかスライド式ドアみたいな開き方したけど、ほっ、であそこの土管に入って、お結構でかい、これクッパが持ち込んできたロボットなのかね、もしかしたら、でうわここに捕まるんだ、うわ怖っ、上乗る上乗る上乗っちゃおう、うわむずい、や怖え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 、操作むずい、よしでここ一つずつ、なんかちょっと地面が揺れてるとやっぱ操作がちょっとしづらいな、でこれ開けるんだ、あぶね、うわーなんだその、え、あ早く急いで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 、よしよしよくやった、あー右手壊れてた、これ犬じゃね、犬型ロボット、ヤッターマンとか出てきそうヤッターマン出てくるでしょう、よし、あでもやっぱカメいるから完全にクッパサイドのロボットだこれ、あ本当は捕まってる捕まってる、わーやばい、これまずいまずいまずい、
待って、なんか言ってる、ほんま残念やわみたいに言ってなかった今、ほんま残念やわって。え、待って、そんなことよりも僕の命が、あ、ほら上にコインあんのに。カメックやめて、カメック、いや待って、取ってしまおう取ってしまおう、先に進んだ方がいい気がする。カメック倒せるかよくわかんねえし、よし急げ急げ、ほっ、で、あの鉄球にだけ気をつけよう、鉄球にだけ気をつけて、よし、あぶねえ、で、上飛んでしまって、コインコイン、よし、よく取った、よく取った、もう一個に取って、よし、このレーザービームがさ、怖すぎ、おー、なんかだるま落としみたいな、あぶねえ、よし、飛んで、で、上からドシャン、ドシャン、ドシャーン、なんで、一番気持ちいいとこじゃないの、それ。そこまでせんでもロボットたちだけ残った。え、あの上に積まれてたあれだけで保ってたの、とんでもねえ。あ、火吹いちゃってんじゃん、大丈夫大丈夫、やるやないのありがとう、おおきに助かるわ、こっちいんだよこのまま、あかん思ったわ。いやいや、もうどういたしまして、どういたしまして、奥のあのマリオ、ドットマリオ気になるんだよね。よし、でも今回はとりあえず、よーし、バネマリオ難しかった、よし47枚、いいね。このさ、その敵が攻めてきてる時のこの不穏な音楽、ちょっとこの不穏な音楽やめたいな。ちょっとじゃあクッパジュニアクリーチャープラント行ってみよう。これ下手したらクッパジュニアラストなんじゃない、もしかしたら。ジャス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 、きたー、オタキング来た、溶岩惑星のオタキング。クッパジュニア関係ねえじゃん、そこまで来ると。